成熟前のやや産毛のある状態の、糖岩果実糖岩は、ウリ科の鶴性一年草、私有同種の植物、果実を食用する夏野菜、秋の季語。実は夏に収穫され、冬まで貯蔵することができるため糖岩と呼ばれる。果肉は柔らかく、淡白な味わいで、煮物料理などに使われる。和名糖岩の由来は、柿が旬の野菜であるが、丸のまま保存すれば、 冬まで日持ちすることから、東岸の名がつき、それが点火して、東岸と呼ばれるようになった。別名、東がカモウリとも呼び、石川県、富山県では、カモリ、沖縄県では、渋いという。英名はホワイトゴード、あるいはウィンターメロンといい、仏名は、クージャラ、シア、中国植物名は、東岸という。原産は、熱帯アジア、インド、東南アジアと言われる。 日本には古代中国からトライし、畑で栽培されていた。日本での栽培は、平安時代成立の本蔵和明にカモウリとして記載があり、同時代に入っていたが、トライ詳細は明らかになっていない。主産地は宮崎県、茨城県、愛知県。一年生の鶴植物で、茎は地面を張って長く伸びて無色の毛が生えていて巻きひげがある。葉は、 大型の浅く5から7列した丸型で手のひら状になっている。牡蠣は夏で溶液に直径7.5から10センチメートルのヘチマに似た黄色い花を咲かせる。同種こと花で尾花と芽花があり、芽花に果実がつく。果実は変球形、または30から50センチメートルほどの長大円型で、はじめは触ると痛いほどの白い毛で覆われているが、熟す頃になると、 毛は落ちて、ブルームが積出して、白い粉が被ったようになる。7から9月に収穫し、実は大きいもので、単径3 0トル、長径8 0トル程度にもなる。完熟後側が硬くなり、貯蔵性に優れる。完全に熟した桃岩は、約半年品質を保つという。栽培品種は、丸みのある玉型の丸桃岩と、 長さや俵のような長大円形の長灯岩に大別される。大きさは 10kg を超える巨大化から2から3キログラムの手頃なミニサイズまで幅広い。また特徴的な品種に完熟してもお城よを帯びない沖縄灯岩がある。大丸灯岩丸みのある玉型のみ、熟すと表面にお城を帯びる。日本在来で、本州で古くから生産されている品種。小丸灯岩。 ミニサイズの丸い灯眼。球形20センチメートル程度。重さは2.2キログラム程度。従来より小玉で球形。熟すと表面にお城を帯びる。一般に灯眼と呼ばれるもので、流通しているものは果実長25から30センチメートルほどで、白い粉が取られている。ミニ灯眼扱使いやすく、身を小型化した品種で、果実長は20センチメートルほど。 果肉は白くて柔らかい。沖縄東岸表のような長大円形の実。熟してもお白いはつかず、果皮の緑色が視覚的に確認が容易である。九州南部以南が主な生産地域だったが、1972年の沖縄返還以降、他地域で品種改良や生産が活性化。近年においては大阪産の認定を受け、大阪特産品としても販売を行っている。 果実の約96%は水分でビタミン B1B2C をわずかに含んでいる。栄養価はさほど高くないという評価もされるが、ビタミン C やカリウムは比較的多く、過食部 100g あたりのビタミン C 量は約 40mg、カリウム量は約 200mg 含まれている。食物繊維は野菜の中では少ない方である。海藻やキノコ類並に、 エネルギー量は少なく、低カロリーな食材である。種子は、サポニン、脂肪油、タンパク質を含むとされているが、詳細はわかっていない。果実に含まれる理科特有の苦味成分、ククルビタシンは、飲食すると吐き気を催す作用がある。糖岩と鳥引肉の煮物果実は主に食用され。 成分的には95%以上が水分で、栄養価の面ではあまり評価されていないが、100g あたり1 6キロカロリーと低カロリーとなっており、食べ応えもあることからダイエット向きの食材と言われている。食材としての芯は、夏で火火に傷がなく、全体に白い粉状のものが吹いていて、重量感があるものが良品とされる。中国では、 体温を下げて利尿効果がある野菜として薬膳料理では良い効果が期待できる野菜とされている。類似の優雅をより、やや果肉は固め、味は控えめで癖がないので、煮物、汁物、漬物、酢の物、和え物、あんかけなど様々な具に用いる。糖岩は果皮が固く、皮を剥いて種を除いて、果肉の柔らかい食感を楽しむ。 見栄えを良くするときや煮崩れを防ぐ場合では、皮の緑が少し残るぐらいに薄く皮を剥いて調理すると皮蝉のような美しい緑色に仕上がる。このとき、重曹をまぶして下茹でしておくと口当たりが良くなる。果実を丸のまま長期保存の場合は、ヘタを上にして立てて風通しの良い日陰の場所に置いておくと数ヶ月は持つ。切り口を入れた場合は、 切り口をラップなどで密着して包み、冷蔵庫に保管すれば1日程度は持つ。代表的な料理は、煮込みとスープで、煮ると透き通るような色合いになり、淡白な味わいを持つため、旨味の出るだしや、動物性素材と合わせた料理に向いている。日本料理では大きく切って、風呂吹きに使う。関東料理では大きいまま、中をくり抜いて刻んだ、魚介類、中国ハム。 シイタケなどの具とスープを入れ、全体を蒸した、冬瓜、という宴会料理がある。台湾では果実に砂糖を加えた水で煮込んだものを、茶の一種として飲む。缶入り飲料もある。料理以外でも、砂糖漬けや、シロップで煮た後砂糖を絡めて、菓子となる。果実以外にも、菓子を、夕顔の代用食材として缶氷に用いる。また若葉。 柔らかい鶴は、炒め物などに用いることができる。初霜が降りた頃が、最終期で、完熟果の外皮を除いて、内皮を薄切りにして皮謗しした、東岸側や、漢方では、冬、売り交換化、利尿、消炎の目的で、大王ボタン側油などの処方に配在している。果実に含まれるカリウムは、体内の余分なナトリウムを排出する働きがあり、血圧上昇をコントロールして、 高血圧症予防に役立つと言われ、むくみの解消にも効果的である。民間療法では、腫れ物やむくみ取りに、冬売り子はついた治療後から 10g を、糖丸側の場合ではついた治療 10g ほどを、約 600cc の水で半量になるまで煎じて、1日3回に分けて服用する用法が知られている。そばかす取りに、冬、売り子と白桃花の粉末を、 それぞれ同量の割合で蜂蜜でクリーム状に練ってつけると良いと言われている。体を冷やす作用があり冷え症の人は服用禁忌とされ、加えて排泄作用が強いためゲリや貧尿の起きやすい人は食べ過ぎに注意が必要である。逆にのぼせ症や膀胱炎の解消、手足のむくみを改善させる効果がある。JA 沖縄と沖縄県は、東岸の沖縄方言名の 渋いの4と、東岸の10という語呂合わせから、東岸の日を4月10日にするよう提唱している。沖縄県内で出荷量が最も多い宮古島市では2010年4月10日に、宮古地区、東岸の日実行委員会の主催で消費拡大キャンペーンを行った。白い桃の花を誹謗し乾燥した木薬で、漢方薬局で入手可能なもの、ありがとうございます。